中国が国際省で A20 のジェットエンジンを国産化に成功したと報道がなされた。今回はこの GA20 ステルスエンジンについて詳しく見ていきます。 F22 戦闘機ジェットエンジン F119 に性能や小型化など見てもまだまだってところです。コピー品ばかりですが、そのうち開発をするのかな。中国広東省多摩海で9月28日から第13回中国国際航空宇宙博覧会が開催されているが、その開幕初日に中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 GA20 が姿を見せ、低空で2機が並列して飛行を行ったが、その GA20 が中国国産エンジンである WS-10 を搭載した改良型であったと中国メディアが29日に報道した。 GA20 は中国航空工業集団公司が開発した総発のステルス性空戦闘機で、いわゆる第5世代ジェット戦闘機とれており、2011年1月に初飛行を成功させた後、2016年11月に開催された多摩海での中国国際航空宇宙博覧会で一般公開され、2017年にアジアで最初の第5世代戦闘機として配備運用されている。中国国営メディアの環球時報によると、2021年6月にこの国産エンジン WS-10 を搭載した GA20 の航空隊が中国東北部に配置されたと報道されていたほか、2021年7月に開催された中国共産党結成100周年記念式典で GA20 が現れ、5機編隊による飛行が実施されていた。しかし、国産エンジンを搭載した戦闘機が関係者以外の中国国民と外国人にも公開されたのは今回が初めてであり、中国が GA20 への国産ジェットエンジン搭載の実用化と量産の目途が立ったものとみられている。この国産エンジン搭載型の GA20 については環球時報などの中国メディアがこぞって中国のジェット戦闘機開発の進化を称え、GA20 が最新鋭ステルス戦闘機として成熟の域に近づいていると伝えている。中国では1900年代にはステルス機の開発を始めており、2009年には中国空軍首脳が中国空軍は間もなくステルス戦闘機の試験飛行を行い、10年以内には実戦配備されるであろうと述べていて、その言葉を裏付けるかのように、2010年には原型となる2機種を製作していたとされ、やがて2011年1月の GA20 技術実証用の試作1号機の初飛行を成功させることになる。 GA20 の機体デザインはヨーロッパの戦闘機、例えばタイフーンやラファールに見られるクロースカップルドデルタ翼と呼ばれるスタイルで、前方のカナード翼と後方のデルタ翼を組み合わせたもので、機体全体の大きさは同じ第5世代ステルス戦闘機であるロシア空軍の SU-57 やアメリカ空軍の F-22 ラプターよりも一回り大きいとされている。しかしながら、そのステルス性能については低い評価をする向きが多く、2016年当時の空軍参謀総長であったゴールドファイン氏によると、米空軍が2008年まで運用していた F-117 ナイトホークとほぼ同じ程度とされていて、実際に J20 のレーダー反射断面積 RCS は F-117 の数値 0.025 平方メートルとほぼ同程度であると推測されている。このレーダー反射断面積 RCS 値について、アメリカの第1世代ステルス戦闘機である F-22 ラプターと F-35 ライトニング2のそれを見ると、どちらも 0.005 平方メートルと F-117 の5分の1であり、
HA20 が本当に F117 と同程度の RCS 値であるならば、その差は歴然としている。また、初期の GA20 のエンジンはロシア製で、試作1号機では写真な。ドカラ・サトゥールン、117S、AL41F1S、ターボファンエンジン2機を搭載しているとされている。中国は、当初、GA20 には、サトゥールン製の AL-31F を2機搭載していたが、その性能は満足できるものでなはく、GA20 は、アフターバーナーなしでは、超音速域に達することができず、アメリカの F22 に到底及ばない性能であった。当時の中国の技術力で高性能を発揮するジェットエンジンは開発できないとして、ロシアに対してサトゥールン AL31F より高性能のエンジン提供を希望したのであるが、ロシアはこれまでの軍用装備提供の経験から中国にその技術が盗まれることを懸念して拒否したのだった。そのため中国は GA20 に搭載するエンジンの国産化を目指すこととして、高額の資金を投入して、より高出力である WS-15 の開発を急いだのである。しかし、WS-15 は、2015年の地上試験中に爆発事故を起こすなどしたため、GA-20 への搭載を諦めて、すでに J-16 などに搭載されていた国産エンジン WS-10 の性能向上に注力していた。WS-10 エンジンのコアの部分は、1982年にアメリカから入手した CFM56 をベースとして開発されたものであるが、空中でのエンジン推力制御装置の問題などが発覚していた。しかし、国内の技術だけでは解決が難しく、そこで中国は、当時の自国戦闘機やロシアのスホ、イニ、ニュー7、フランカーに搭載されていたサトゥールン製の AL31F の信頼性の高さに着目して、この AL31F の機械式制御装置などをコピーして使用することで解決を図ったのである。WS-10 の性能については、まだ謎に包まれた部分が多く、性能について懐疑的な見方が多いが、今回の航空ショーで中国空軍が WS-10 を搭載した GA-20 の存在を一般国民に向けて喧伝していることや J-11、J-15、J-16 などの戦闘機のエンジンを WS-10 に換装する作業を進めているとの情報があることから WS-10 の性能と信頼性は担保されたと考えるべきであろう。 GA-20 は2021年末には年間40機ほどの量産体制に入るとされていて、この先中国空軍の旧式戦闘機に次々に置き換えられていくことが想定されている。かつて中国の戦闘機といえば旧ソ連、ロシアの戦闘機のコピーでしかなく、しかもその劣化版の粗悪品として揶揄されてきた。それでも旧ソ連のMiG-17をコピーした J-5 戦闘機から始まって、MiG-19 から J-6、MiG-2、NU-1 から J-7 と、順調にコピー技術を積み上げてきたのだが、文化大革命によって、そのノウハウが外人に返してしまったのである。この文化大革命の中で、毛沢東派は近代化を遂げていた航空機工場が反革命的であるとみなし、工場を次々に破壊したため、中国の航空機開発技術は大きく後退したのだった。その後、1977年頃に文化大革命の終結宣言が出されると、中国が開放政策に転換したことから、
欧米から航空機や電子機器などを入手可能となり、遅れていた技術を取り戻す機会が訪れる。先日した WS-10 開発の原型となった CFM56 エンジンをアメリカから入手したのもこの頃である。しかし、1989年に発生した天安門事件により、それに抗議する欧米諸国が中国への武器輸出に制限を課すようになり、再び技術習得の道が閉ざされた。その後、旧ソ連が崩壊して東西冷戦が終結、中国はロシアから SU-27 を購入できるようになり、スホ、イ30、スホ、イ33などのコピーを堂々と進めながら、自国の航空機開発技術を高めていったのだった。今や、中国は、文化大革命の頃に、大きく遅れを取った航空機開発技術力を取り戻し、ステルス戦闘機を国産できない日本を追い越し、ロシアやアメリカに追いつこうとしているのである。そして、それは、航空機開発技術だけにとどまらず、艦船、自動車などあらゆる分野において、中国の技術力は、異常なほどの成長を遂げており、いつまでも侮り続けていては気がついた時には、逆に大きく取り残されてしまうだろうと、警鐘を鳴らす声が上げられている。